出てる面積が少ないってこと？いやもう俺から見えないようにする。あのこのジャンピしてる側から敵が見えたらダメ。オペ対策ジャンピは。完璧。いやこんなシビアなジャンピできるかな。うん、今の腕しか見えてない。ジャンピ読みよ。やばい、危ない。でも今のプロだと結構この自分を見ない、要は相手ジャンプピークしてくるだろ読みして、めっちゃ相手が上に置いてるから真横でいきなり勝負するみたいな。あーキモいなそれ。わあ。でもヤイは相当特殊で、こうやってあのね、ヤイはねこうやって超小刻みに覗きに行く。全然見えてない。こうやって。あー強それ。ヤイはこうやって覗く、ね、見たい俺も、俺も見たい全員で見よう、みんなで見よう見えしゃがんで前向きよ。ヤイの覗き方は見え方違くないこれでもみんなこれが死ぬんや。そうなんかこうやってもうずっとその鋭気連打で覗いていく、ヤイは。すげえ一見弱そうに見えるけどめっちゃ強いんや。めちゃめちゃ弱そうだけどな。で聞いてるだけならめっちゃ弱そうに聞こえる、うん、これはあのあれなんよね、その壁地下と壁遠い理論が働くから。あー、なんか遠くからか。そう、 B ロングはこれでめっちゃ覗く。いいこと知った。トラさんなる？いや、いい最良だ。